肉体的なつながりからハートのつながりっていうものができたらどっちでも良くなりますよ。メソメソちゃん、年上の彼氏と付き合って約1年、付き合い始めて数回あった営みも数ヶ月でなくなり、その時に彼から男性機能がうまく働かなくなったと謝れました。年齢層が45歳から54歳の層で年上の彼ですから、だいぶお年ですからそういうこともあるかもしれませんね。私は言いにくいことを話してくれてありがとう、営みが全てではないし手をつないだりハグやキスも嬉しいよみたいな話をしましたと。その後優しい彼でお付き合いは続いています。手をつないだりハグしたりもしています。でもやはり私は寂しいのと、パートナーとの体の関係は必要で大切だと話に気分ので不安にもなります。実は私の体型が原因ではないかと、他に女がいるのではないかと悩み、でも彼にって傷つけたらどうしようと思って話せません。もしあなたの体型が原因で他に女がいて、あなたとはできないにもかかわらず他の女とできるのであれば、彼はあなたを捨ててそっちに行きます。だから多分そういうことはないでしょうね。ぜひアドバイスが欲しいと。正直に言ってみられたらどうなんでしょうかね。その正直っていうのは、肉体的なセックスっていうのは実はですね、男性っていうのはですね、なんでも本当にもう従うのかなとか女性は思いますよね。男性っていうのは一番のウィークポイントを自分に見せてくれて、誰にも見せないところを僕にだけ見せてくれて、特別な体験をしてくれるというところで視界を感じられないとか思うわけですね。で、そうするとですね、まあ男性っていうのは、とりあえずさせてくれるんだったら、こう、愛を感じれるかもしれないし、と思うけど、女性はですね、愛を感じ、ロマンチックな気分があったら、ご褒美としてそういうのはありよって、この辺がうまく一致しないわけですけれども、歳とともにですね、男性ホルモンと女性ホルモンのバランス、男性ホルモンの若い時はやりてーっていうのがどんどん落ちてくるわけです。で、女性ホルモンがバランスよく、まあ上がってくるとですね、まあ40代男性と20代の女性っていうのはもう男性がだいぶロマンチストになってきますからね、男性ホルモンが落ちてきて、まあよくバランスがよく、この辺で不倫関係っていうのが起こることはよくあるんですけれども、まずですね、肉体的なつながりから、さっきからちょっとお話しているように、ハートのつながりっていうものができたら、どっちでも良くなりますよ。もう、ハートだけでつながろうが、肉体的でつながろうが、別に一緒って感じ。でも、ちょっとあなたは自分が愛されないんじゃないかなって心配があるわけですから、それはちゃんと伝えてもいいかもしれません。まあ、彼のせいにするのではなくてね。本当に寂しい思いをしてるし、私はちょっと自分の体験にコンプレックスがあって、ちょっと浮気されてるんじゃないかなって心配してるんですよとかいうのは全然 OK かと思いますね。プリマリタルカウンセリングというものがあるのを最近知りました。ははは。平さんはこういったカウンセリングはされていますか？はい。まあ、この、プリマリタルっていうのは、結婚前にですね、まあ、考え方としては、いろいろ、私はですね、私の師匠はビジョン心理学という、チャック・スペザーの博士なんですけれども、日本で今、恋愛本とか、いっぱい本屋さんにありますけれども、多分恋愛本の一番初めの本は、チャック・スペザーのが、私の師匠が書いた30日で理想のパートナーを手に入れるっていう本。
ボイス出版でまだあるのかもしれないですかね。だと思います。これはですね、まあ、赤の他人である一番親密な関係がパートナーですから、ここの関係を癒すということで、すべて自分を癒していきましょうという、まあ、考え方ですね。まあ、私どもの恋愛心理学っていうのも、まさしくそういう考え方を土台にしていますから、こういうカウンセリングをされていますかというよりも、こういうカウンセリングを中心に30年やっているところですと言ってもいいかもしれませんね。結婚するかもしれない相手に確認すべきこと、質問すべきこと、話し合っておくべきこと、こちらから相手に伝えておいた方が良いことになったら、ありましたら教えてください。これはですね、もう全部です。全部知って全部見せられる関係がパートナーシップです。バレるんですよ、寄せてあげてても。なんだよてめえ、寄せてあげてたのかよ、そんなあなたもパッカパッカパッカじゃないのとか、もう全部バレます、バレちゃいます。だからですね、全部知って全部バレるっていうこと、それがもうとても大事なんですよね。だからもう何を質問すべきかっていうことは、もうあなたに質問すべきことはないし、話し合うことがないぐらいあなたはこういう人だとよく分かったわっていうことはとても大事。相補性の法則という言葉がありますが、価値観の不一致で別れるカップルも多いですが、人生となる関係を築く上で一致したことが良いこと、違った方が良いこと、これはですね、絆がないとですね、違いっていうのがうまくなんていうのかな、受け入れられないんだと思いますね。例えばですね、絆がない間に彼がブラジルで私が東京に住んでるっていうのは本当に辛いと思いますね。でも本当に絆があったとしたらですね、彼がブラジルにいようがどこにいようが、なんかその距離っていうのが心の距離と比例しないんですね。皆さん、私っていうのはですね、うちの奥さんから見たらですね、もう放牧されてるんですよ。綱ついてないですよね。もうほんと放牧です。もうお好きにどうぞ、みたいな。カゴの鳥っていうのはですね、信頼されてないからカゴに入れますよね。だって、カゴに入れとかないとすぐ逃げちゃうんじゃないの？なんて思うからですよ。ところがですね、必ず夜に帰ってくる鳥がいたら、わざわざカゴに入れますか？自由に大空を好き勝手に飛ばして必ず帰ってくると思ったら自由にしてくれるでしょ。本当の絆っていうのはそんな感じで、本当に我々も昔ね、まあ、かといってですね、私は全部まあね、クレジットカードとか何かあったら領収書とか奥さんに経理に全部渡しますから、それをかけたら、あ、順次が今日また銀の皿を言うんですよ。刺激とミグちゃんに脅されて食べたんですみたいな。ミグちゃんはですね、イクラと、ウニを最後に食べました。で、刺激はいつも何かわかんないけど、一人でこそり食べるんです。あいつは一人でなんかこそこそするのが好きなタイプだと思いますとか、まあ言い訳はするんですけど、まあ自由にできますよね。信頼関係。それがまあとても大事かなと思いますね。こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。
いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス 23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス 63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは 179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、 Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。